任せてくれ。でしょうか。デスガン？デスガンなら、いや、デスガンを名乗ったプレイヤーたちなら警察に逮捕されたよ。君も知っているはずだ、シュピーゲル。現実世界の名前は新川教授。そして彼の兄新川翔一がデスガン事件の黒幕だったんだ。俺はそれを知らせにログインしたら、ユイからアバシスが GGO からいなくなったと聞いたんだ。アバシスが消え、君たちとも連絡が取れなかった。一体何が起きたんだ？それに、ここは？それは、僕から説明した方がいいだろうね。どうせすぐにバレてしまうだろうし。ここは、デスゲームエリア。GGO とは似て非なる世界さ。ゼリスカは、リーダーを守って死んだ。死んだ？どういうことだ？ああ。リーダーたちは、今ナーブギアを装着している。デスガンに仲間の命を奪うと脅されてね。そのナーブギアには、仕掛けがあってさ。ログインすると、自動的にここに転送されるというわけさ。詳しくは、パイソン君に聞いてくれ。僕はプログラムは詳しくないし、実は長話はあまり好きじゃないんだ。言ったことなかったかな？僕は魔王タイプだって。まあクレハとツリスカが来たのは誤算だったけどね。大抵の人間は自分より大事なものはないから。だけど君は必ずここに来ると思っていたよ。僕と君の絆を。君には僕しかいないことを。だけど結果は君が言った通りだった。君が言う仲間は、君は僕を許さないだろう。それは当然だ。僕は君を、仲間たちを裏切ったのだから。だから僕は魔王の役を全うするよ。英雄たちよ、僕にもっと感動を与えてくれ。奇跡を見せてくれ。今は戦いに集中するんだ。君たちが本当にナーブギアを装着しているなら、イツキの言う通り、ここは真の戦場だ。な、重大違反を確認。 GM 権限を停止します。何のエラーだ。パイソン、応答しろ。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。プログラムにまで増反されるとはね。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。
線が。プレイヤーの皆さんはログアウトしてしまった。みんなログアウトするまで油断するな。必ず帰って。嫌だな、意味のない人殺しをする趣味はないよ。やっと二人きりになれた。でも、もうすぐお別れだ。また会いに行くよ。そこが仮想か現実か、それはわからないけど。もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。前に言っていた政府関連の知り合い、機構課に連絡した。そいつに君たちを会わせることも考えたんだけど。ゼリスカはじっと眠るように死んでいた。原因はナーブギアだ。彼女は密かにデスガンの情報を探っていたようだ。でもまさか自分の上司がデスガンの手先だとは知らなかったみたいだね。パイソンというプレイヤーに会ったことはあるだろう。彼はザスカーの社員だったんだ。デスゲームエリアを作ったのも彼だし、以前から気に入らないプレイヤーのアカウント停止などをしていたらしい。ただパイソンも自分の部下がゼリスカだとは知らなかったみたいだけどね。ナーブギアを送る際にゼリスカのリアルの名前を知って驚いたそうだ。じゃあアルファルドがデスゲームを。いや、今回の件に関係していたのはパイソンだけらしい。警察の取り調べではイツキの素晴らしさを延々と語っているってさ。でも肝心のイツキはどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても誰もリアルのイツキを知らないんだ。いや、みんな聞いている情報が少しずつ違うという方が正確かな。住んでいる場所、職業、年齢、意識的に情報を混ぜていたとしか思えない。何それ、じゃあ手がかりは全くないの？それと君たちから警察が回収したナーブギアだけど、クレハのものだけが偽物だった。アミスフィアの外観を偽装したものだったってさ。え、なんで？研究施設から盗まれたのは2台だけだったんだ。誰に偽物を送るかについては特に意図されていなかった。あえて運に任せていたようだ。パイソンが預かった包みは3つ。それを指定された住所に送っただけだと言っていたそうだよ。ひどい。じゃあイツキも安全なアミュスフィアを使っていたというわけなのね。正解はイツキに聞かないとわからないな。ごく稀にナーブギアを隠し持っている人もいるらしいし、おそらくイツキには現実世界でも協力者がいるんだろう。キクオカは徹底的に洗い出すと言っていたよ。俺からの報告は以上だ。多分君たちはまだ混乱していると思う。君が落ち着いたら展望台に来てくれないか。
君と初めて会った日、少し話しただろう。そこで待っている。もう頭がごちゃごちゃ。なんか分かっているのに実感がないの。正解なんてないわよ、こういうことには。ただ考えて、思って。あんたは一番ショックよね。ゼリスカさんとすごく仲良かったのに。あんたがどういう決断をするのかわかんないけど、私はあんたと同じ道を選ぶわ。リアルでも GGO でも構わない、ずっとそばにいるから。今回のことで私少し分かった気がするの。ゼリスカさんにキリトさんたち、それに異強さって何なのかを誰よりもあんたが示してくれた。きっとね、人は大事なものがなければ強くなれない。私にとって本当に大事なのはランキングに入ることでもみんなに認められることでもなかった。大事な人に必要とされたかった。似ているようでね、全然違うんだよ。だから私は強くなれなかったんだ。仮想でも現実でも私たちがしっかり生きていればゼリスカさんは喜んでくれると思う。私もあんたもまだまだ弱いけどさ、一緒に行こう。本当に来てくれたんだな。いや、俺の時は当分誰とも話す気になれなくてさ、ずっと一人でいたんだ。でも俺の場合は、俺がどうしようもなくダメなやつで、俺はいわゆる SAO サバイバーなんだよ。その中でも攻略組って呼ばれている前線にいたプレイヤーでさ、仲間を失ったこともある、人を殺したこともある。あのデスゲームをクリアできたのはみんなの力だ。俺を英雄と呼ぶ人もいるけれど、俺は決してそんな立派なものじゃない。ソードアートオンラインでも他のゲームでもデスガン事件でも、俺は自分の無力さを痛感するばかりだよ。だけどアスナたちが支えてくれた。みんなと出会って今こうして生きていられる。だから決して同情とかじゃなくって、君の気持ちが少しはわかるし、何かできないかと思ったんだ。おせっかいだったら悪い、でも聞き役くらいはできるつもりだよ。デスガンの犯人、新川兄弟のうち弟の教授はシノンに妄執じみた思いを抱いていた。シノンはここで最強の存在だと決めつけ、その理想をシノンに押し付けていた。俺の勝手な憶測だけど、おそらくいつきもね、君に何かを重ねていた。いや、求めていたのかな。今思い返せばだけど、彼らは現実世界より仮想世界に比重が傾いていた。おそらく現実世界に失望していたんだろうね。どちらの世界でも俺たちが生きていることに変わりはないのにな。その言葉聞き
覚えがあるんだけど、 VR 空間に過去の全てが記憶されているという噂は本当なのかな。君が聞いた声はもしかすると茅場明彦のものかもしれないな。そういえば知っているかい、茅場は SAO をクリアされた後に脳をスキャンしたって話。脳を焼き切るほどの高出力スキャンで自分の精神のデジタル化を試みた。成功例のない話だけど、ネットワークの中にあいつはいるのかもな。なんかわからないことばかりだな。でもこれだけは自信を持って言える。君を大切に思う奴はいっぱいいる。その人たちのことを忘れないでほしい。もちろん俺もその一人だから。マスター！みんながこんなにマスターのこと。それじゃあ意味わかんないわよ。まあいちいち説明しなくてもわかるだろうけど。みんな考えていることは一緒か。行こう。